はい、どうもこんにちは。平塚 YouTuber、しんです。今回はですね、平塚市明石町にございます、ラム肉が食べられる大衆焼肉さんに行こうと思います。それでは、行ってまいります。はい、どうもこんにちは。平塚 YouTuber、しんです。今日はですね、明石町にありますジンギスカンにやってきました。こちらでご飯食べていこうと思います。それでは、行ってまいります。はい、というわけでジンギスカンで食べ終わりました。ここの店好きでよく来るんですけども、いやー、とてもお腹いっぱいになりました。はい、というわけで大衆焼肉さんでたらふく食べてきました。ここからは大衆焼肉さんを紹介していこうと思います。平塚に2店舗ございまして、もう1店舗はですね、明石町ではなくて紅谷町にございます。結構古くからあるお店でですね、メニューはどんなのがあるのかなっていうのはですね、こちらの画像を見ていただければわかりますように、値段は大体リーズナブルで、店内はですね、サラリーマンとかおじさんとか、お客さんとしてはあんまり若い方はいないんですけど、まあ学生さんにもぜひおすすめです。お肉を食べながらお酒を食べ、お肉を食べながらお酒を飲んでいる方も結構いらっしゃいます。今回ですね、成人男性5人ぐらいで行ったんですけども、みんなですね、まあ好きなものを、食べたいものをたらふく食べてですね、1万3000円だったんで、本当にその安くみんなで行って楽しめるお店だと思います。まあ、大衆焼肉さんの一押しメニューはですね、ジンギスカンですね。ジンギスカンって表に大きく書いてありますように、やはりジンギスカンは安く美味しく食べることができます。やっぱり皆さんジンギスカンっていうと臭みがあると思うんですけども、ここのお店は全然臭みもなくですね、とても食べやすくておすすめです。営業時間はですね、夕方の5時から22時までとなっております。酒も飲めるんですが、そんなに遅くまではやっていないお店ですね。アクセスはですね、平塚駅西口の山側に出まして、歩いて5分ほど行ったところにございます。隣にコインパーキングもございますので、車でいらっしゃっても全然 OK です。一応店舗が1階と2階にありますので、大人数で行ったとしても1階がありますので、ご安心ください。大人数で行く前にはお店に1回連絡するといいと思います。平塚市明石町はですね、たくさん美味しいお店がございますので、これからも潜入していきたいと思います。はい、というわけで今回は平塚市明石町にございます大衆焼肉さんを紹介しました。平塚 YouTuber ではですね、平塚の企業、お店、個人さんなど平塚に関わることを紹介しております。平塚 YouTuber に出演していただける高校生や中学生、あと平塚で有名な方など出演いただけますと幸いでございます。チャンネル登録、コメント、評価よろしくお願いいたします。以上、平塚 YouTuber でした。では。